主尊派は、大韓民国に亡命した朝鮮民主主義人民、共和国出身のジャーナリストである。1998年から脱北を試み、北朝鮮の国境を数度超えたが、2002年に韓国入りを果たした。その後、党は日報国際部記者として入社、2016年7月政治部、外交安保チームの記者に発令され、 現在等は日報政治部記者として活動している。本業の他に民主平和統一諮問会議の常任委員、北朝鮮離脱住民支援財団雑誌、同法愛編集委員などを兼ねている。北朝鮮では家の出身成分が低く、逼迫を受けたが、出身成分の首引きから脱し、近日清総合大学に入学した。出身成分によって、 大学入学が振り分けられる北朝鮮で、貧しい村で庶民として生まれたにもかかわらず、後位層の指定が大部分である北朝鮮の最高の大学、近日成総合大学を卒業した秀才である。近日成大学出身という点のため、多くの場合、同じ脱北者の間でも、後位層出身の脱北者に誤認される場合が多いという。1998年に、 初めて脱北し、何度も中国と北朝鮮を行き来しながら収容所に連行されたりもしたが、最終的に2002年に韓国に入国した後、各種アルバイトを転々とした後に貿易会社に入社貿易担当代理として働いた。しかし、命を懸けて脱北したのに、ただ単にお金を稼ぐことよりは、統一問題と北朝鮮の同胞のために貢献する。 ことが最善と判断、北朝鮮の実情を知らせたいという思いで、東亜日報に国際武器者として入社した。その他にも、自由アジア放送で、ュソン派のソウル暮らしという週刊放送を進めている。ありがとうございます。